本日は土曜日、どこへ行っても混んでいるので近場でご飯をと思いやってきたのは小山の駅南。ラーメン屋はめっちゃ並んでいたのでこっちのお店へ参りましょう。とはいえこちらのお店もオープン直後にはほぼ満席に近い状態となっておりました。さてこちらのお店は初訪問となりますが、ちょっと前に写真で気になる料理があったためそちらを注文したいと思います。さすがにいろいろな料理がありますね。そのせいか周りを見るとご家族での訪問が多いようです。とりあえず餃子は確定ですね。5個で300円は安い方だと思います。チーズ餃子ってなぜかけてしまった。私はちょっと頼む勇気がありません。この辺りは中華の定番ですね。油淋鶏、ホイコーロー、エビチリ、どれも美味しそうですな。酢豚、よくあるパイナップル問題がありますね。まあ、私はどちらでも食べられちゃうのですが。こちらのお店の食べログを見ていると、このドラゴン麻婆の写真もよく出てきますね。長くなりましたが、本日の注文はこちら、マグマチャーハンです。こちらのお店は意外とチーズ牛なんですかね。こちらは麺類ですね。隣のお店と食べ比べするのも良いかと思います。そしてこちらがお弁当。この前チラシに入ってすごく気になっておりましたので、こちらの最強チャーハンをお持ち帰りします。こちらのチャーハン、量が変わっても同一料金ってめっちゃお得ですね。調理場ってなんか良いですよね。見ているだけでお腹が減ってきます。まあ私がそこに立つことはないですが、さあ、餃子の到着です。食事をする前から悲劇です。割り箸が。これ、たまにありますよね。使いづらいったらあらしない。美味しいですね。ちょっとニンニクの匂いがしたような気がしましたが、まあ問題なしです。チャーハンが来るまでちょっとお預けですね。さてチャーハンの到着です。ちょっと想像していたより多いかな。ではいただきましょう。キムチチャーハンとチーズ、これなら合うでしょう。うん、美味しいですね。卵もプラスされてなかなかです。チーズの伸び具合が良いですね。食事は見るのも大事だと思うので、こういうのは最高です。ちょっと残念なのは鉄板に乗っているのですが、あまり熱くないってことですかね。まあ普通に食べられるのはありがたいですが、
さあどんどん食べていきましょう。ちょっと薄口なので胡椒をかけます。こちらのチャーハンやっぱりちょっと量が多いですね。大盛りにしなくて正解でしたね。周りのお客さんの注文を聞いているとご飯の量少なめっていうのがあるらしい。注文した以上完食まで頑張りますが、通常の大盛りサイズより多いかも。私も決して小食ってことはないと思うのですが、他の料理は分かりませんが、マグマチャーハンをご注文の際はお気をつけください。やっぱりちょっと薄口、餃子があってよかった。もう少し、一人で大食い選手権ですが、この辺りでかなりお腹いっぱいです。なんとか完食です。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。ちなみにこちらがお弁当のチャーハン。今日は昼も夜もチャーハンです。こちらのチャーハンの方が味が濃く、私好み。チャンネル登録お願いします。